まこなりです。今回はやらないと損する体への投資という話をしていきます。自分は人前に立つのが多いんで体にはいろいろと投資をしてきました。今からおすすめする3つは誰であっても前向きに検討しない理由はないと思ってます。ただしこれは失敗したな、あーもっとこうしとけばよかったなと思っている反省点はあるんで、ぜひ皆さんは失敗しないように今日の話を参考にしてほしいです。これから話すことは私の実体験に基づく話なんで嘘はありません。嘘はないんですけど、費用が高額かつ医療的な処置も含む話をします。一体何が正しい情報なのかというのは私の話を鵜呑みするのではなくて、自分から医師に質問をしたりとかちゃんと調べて自分の頭で考えて判断をお願いします。私も自分でしつこく質問をしたり調べることで自己責任で判断をしてきました。では早速いきましょう。やらないと損する体への投資第3位はレーシックです。やらないと損するというのはちょっとすいません、これに関してはちょっと言い過ぎてます、ごめんなさい。万が一のリスクを取れる人はぜひやった方がいいよっていうのが正しいです。実はレーシックかなり最近私やったんですよ。自分なりに調べて万が一のリスクも許容すると判断して自己責任でやりました。今のところはね本当にやってよかったですね。もちろんまだやったばかりなんで経過観察が必要なんですけど、少なくとも現時点ではかなりやってよかったと思っているということで皆さんに話したいと思います。まずレーシックをやるメリットは何かというと、もうこれ言う必要ないですよね。メガネコンタクトがいらなくなること、視力が悪い人にとってはどんな夢のような生活か分かるはずです。私の場合は 0.1 は切ってないんで何も見えないってことはないんですけど、日常生活全部裸眼なのはちょっときつかったですね。映画とかは字幕を見るのが裸眼だとやや見えないなって感じでした。でも私の場合はコンタクトはねあんま好きじゃなかったんですよね。目が乾くのと朝にこう入れるのめんどくさいじゃないですか。あれが本当に嫌で基本メガネかけてました。人前に立つ時以外は基本メガネです。最近はねありがたいこと結構街で話しかけられることも増えたんですよね。でもメガネかけてると結構気づかれないことが多いんでそれは良かったんですけど、メガネってやっぱりなくすしずっとつけるとこう耳とか痛くなってくるんですよね。そういった背景もあってレーシックをやることにしました。ここからは自分がどんな風にやったかって話なんですけど、やっぱりね目をいじるって怖いですよね。失明したらどうしようみたいな。でも最近ある日会社でレーシック興味あるんだよねって話してたら、たまたま近くに座ってた社員2人が5年前か10年前ぐらいにレーシックやっててめちゃくちゃ快適ですよ、まこさんもやった方がいいですよって言ってくれたんです。やっぱりね身近な人が大丈夫ですよやった方がいいですよって言ってくれたらやってみようかなって思うじゃないですか。そこから自分なりに結構調べたんです。レーシックの原理なんかも自分なりに勉強しました。あくまでこれは自分の一解釈なんですけど、将来困るような症状になる確率は 0.01% 以下だと思いました。少なくとも失明なんかは起きたら逆に奇跡と言ってもいいぐらいの確率です。将来視力が戻ってしまう可能性とかはあるんですけど、そうなったらそうなったでまたメガネに戻すだけなんで別にいいかなって感じました。ビジネスマンで一番脂が乗っていてバリバリやろうと思っている30代にメガネとかコンタクトがいらない生活を送れるってだけでも素晴らしいことだよねって思えたんです。病院は品川近視クリニックを予約しました。さっき言った行ってた社員も2人とも品川近視クリニックだったんで、まあ大丈夫かなっていう判断ですね。このレーシックって病院にもよるかもしれないんですけど、即日手術なんですよね。自分の予約の場合は昼の12時から夜の19時まで7時間の時間がかかると言われました。そして当日結構ねドキドキしながら病院行ったんですよ。受付してから前半はひたすら検査ですね。こんなにいっぱい検査するんだっていうぐらい検査しました。まあそりゃそうですよね。もしもの確率を極限まで減らさないといけないんで、検査が一区切りついたら次はお姉さんからプランの説明がありました。社員からは20-30万くらいですよって言われたんですけど、やっぱねセールスうまいんですよね。その手術のグレードを下げるとリスクが上がりますよって言われるんです。確かに良い機械を使った方がリスクは下がるんで、これは事実だと思うんですけど、ずるいですよね。目に関わることでリスクが上がりますよって言われると結構ね抗えないんですよ。確かにそれだったら上の方がいいですねみたいな感じでどんどん上げていったら最終的に70万のプランになってました。値段もね最後の最後に出してくるんですよ。そのレーシック自体は30万ぐらいなんですけど、さらに視力が落ちることを防ぐオプションがあって、それをやるとプラスで30万ぐらいまたかかるんですよね。それも入れて込み込みで70万ぐらいみたいなのがその最上級のプランですね。そんなにお金かける必要本当にあんのって何度も聞いたんですけど、やっぱお姉さんはリスクを下げられますって言うんですよ。いやそうなんだけどなみたいな、ずるいなって。自分はドライビングタイプで結構疑い深いんで徹底的に質問しました。もう質問しすぎて後ろの順番が突っかえるぐらいやりました。リスクが下がるっていうのはその通りだと思うんですけど、そのセールストークに乗せられて高いお金を払うのは嫌だったんですよ。でもそこでは決着がつかなくて、その後医師の診断があるんでその時にまた判断してくださいって言われました。で実際医師の方と話すと、真子さんはこんなに視力が悪いわけじゃないし今回は31万のプランでもいいと思いますって言われたんですね。まあもちろん絶対大丈夫とは言わないよっていう念押しもさ
されました。これまさかの安くても大丈夫だよって言われたんです。こんなん言われたらね、それでって言っちゃうじゃないですか。これ意図してやっているのかわからないんですけど、ドアインザフェイスっていう心理誘導テクニックなんですよ。無理難題で一度ノーと言わせておいて、その後に妥当な情報案を提示すると、つい人間はイエスって言ってしまうんです。松竹梅のランクをつけると、つい真ん中を選んでしまうみたいなのも近いですね。やられましたね、完全に。もう完全にね、その31番のプランで行きましょうって気持ちになっちゃいました。手術自体はめっちゃ緊張しましたね。待合室でみんなこう青いヘアキャップをつけて待たされるわけですけど、その並んでる状況がもう緊張するんですよ。順番に手術室に入っていって、1人の先生がやってくれるのかなと思ったら、だいたい5人ぐらいの人が1人につき対応してくれるんです。その手術自体は結構テキパキしていて好感を持てました。レーシックやる前は目をこうレーザーで焼くってどうやるんだろうって、というのもまぶたがあるんで、まぶた閉じたらなんかこう火傷するんじゃないかなとか、そういう風に思ってたんですけど、もちろんそんなことはなくて、もうがっつりね、目が開きっぱなしになるように固定されるんですね。でもこう目薬さしてくれてて、しかも麻酔もしてるんで痛みはないです。全然我慢できます。寝た状態ですごいでかい機械がね、上にあるんですよ。それを目にこうガバッと開けて、緑の光を見てくださいねってこう言ってるうちにね、終わってます。恐怖感はあるんですけど、痛みはね、完全にゼロでした。片目30秒ぐらいで終わります。手術が終わった瞬間から余裕で周りは見えますし、歩けます。若干見えにくいかなくらいです。もうそっからは早くて、数種類の目薬と、あとは防護用のゴーグルをもらって終わりです。その日の夜はずっと目にこう異物が入っているような違和感と、周りがすごい眩しくてきつかったんですけど、帰る時にもらった麻酔止めを打つとすごい楽になりました。そしてね、一晩寝て朝起きたら世界が変わってます。カーテンを開けた時の外の景色、鏡を見た時の自分の顔が全く違うんです。これはね、感動しましたよね。今のところ本当にやってよかったなと思ってます。で、ここからはこれからレーシックを検討する人にアドバイスです。まず一つ目は、リスクは低いと思うんだけど、必ず自分で調べて自己責任でやってくださいねってことです。あくまで私個人としては大丈夫だと判断したんですけど、やっぱり目のことなんで怖いですよね。情報をググると危険だから絶対やめた方がいいみたいな意見から、いや別に問題ないし世界的に認められているよみたいな記事まで、いろんな意見が出てきます。自分で調べて自分の頭で判断してください。ただまあ普通に考えて、もし世の中でレーシックで事故だらけだったら禁止になってるはずと思いません？もちろんどんな手術であってもリスクはあるんで、何万人何十万人の人が受けてたら一定の確率でトラブルになります。私個人としては致命的なトラブルになるようなリスクは交通事故に遭うぐらいのリスクと変わらないと思うんですけど、最後はあなたがリスクを許容できるかどうかです。アドバイス2つ目は、紹介制度、これ絶対使った方がいいよってことです。自分が手術を受けた日本大手の品川禁止クリニックだと、紹介受けると4万くらい安くなるんですよね。自分の場合はそれ知らなくて後で知ったんですよ。4万って結構でかくないですか？自分の場合は普通に正規料金を払ってやりました。もしこれを見てる人で、あくまで自己責任でリスクを許容してレーシックをやるという人がいれば、私でよければ紹介しますので、概要欄をぜひ見てください。自分にも報酬が入るんで、これはね本当にありがたく、編集さんの人件費だったりカメラの設備投資に使わせていただきます。これ紹介するのはあくまで身近に紹介してくれる人がいない人も多いんじゃないかなって思ったからです。もし友達で受けた人がいれば、その人に紹介してもらうのが一番いいです。もし興味がある人は概要欄を見てください。繰り返し言いますけど、自分で調べてリスクを自分で許容すると決断してやってくださいね。事実としては、私と私の近くに座っている社員2人は満足しています。やらないと損する体への投資第2位。第2位は歯の矯正です。自分の場合は3年前ぐらいに始めました。で、今はほとんど終わってます。歯の矯正をやるメリットは噛み合わせとかあるんですけど、ぶっちゃけ見た目ですよね。全力で笑えるようになるっていうのが最大のメリットです。私の場合はずっと刃があって、それがこう笑った時に見えるの嫌だったんですよね。普段は気にならないんですけど、写真とかで見ると、あ、俺こんな感じに見えてんのかって昔から思ってました。別にね、気にならないよっていう人が多いと思うんですけど、思春期ぐらいに刃のことを言われたりすると気になるじゃないですか。やっぱりね、一度気になってしまうと、もうずっと気になってしまうんですよ。結構これを見てる人の中にも歯並びにコンプレックスある人いるんじゃないかなと思っていて、そういう人にはどんな時にも全力で笑えると、写真を後で見た時に嫌な気持ちにならないっていうのは、かけがえのない価値なんじゃないかなと思ってます。自分がどんな矯正をやったかって話なんですけど、まず前提として、私小学生の頃に矯正やってたんですよ。生まれつき顎がちっちゃくて、この顎に対して歯が全部収まらないんですよね。だから矯正行ってたんですけど、あまりにも痛すぎて途中でやめました。自分が行ってた地元の矯正師から結構ね、なんかやばかった
ったんですよね。すごい無理やりこう口の中に入れられたりとか、痛いって言ってもやめてくれなかったりとか、矯正器具で口の中がズタボロで血が出てるのにそんなもんですってこう突っぱねられたりとか、両親と海外旅行なんか行った時に痛すぎてもうどうしようもなくなって旅行が楽しくなかったのを覚えてます。そういうことがあったんで、もう絶対やりたくないって言ってやめたんですけど、そしたらその後大変なことがあったんです。自分が通っていたその矯正歯科で死亡事故があったんです。怖すぎません？ちょっと脱線して皆さんにもお伝えしたいんですけど、やっぱりね、一時が万事なんですよ。ちょっとでもここやばいんじゃないかなと思ったサービスって、何かしらね欠陥があって重大な問題に発展する可能性が高いと思います。なんで皆さんも、あ、このサービスもしかしたらやばいんじゃないかなと思ったら、間違いなくリスク高いんで気をつけてくださいね。で、話を戻すと、それ以来自分は歯医者さんに行くのがすごい怖くなりました。だからずっと行かなかったんですけど、27歳ぐらいになって経営者としてインタビューとかに出ることも多くなってきたんですよ。ありがたいことに収入も増えてきてたんで行くことにしました。私は人前で話したりインタビューとか受けること多いんで、矯正が見えると嫌だなと思って裏側矯正で探してました。で、結構ね適当に歯医者さん決めちゃったんですよ。これ後で話しますけど、めっちゃ後悔しました。裏側矯正は上下で130万円です。高いですよね。まあでもこれ結構相場なんじゃないかなと思います。当時自分の人生では最も高い買い物でした。一番辛かったのは初期の痛みと喋りづらさ。特につけたての頃って歯がすごい動くんで痛いんですよ。とにかくつけてから数日は食べ物が食べられない。もう肉とか野菜とかは絶対無理だったんで、うどんならいけるかなと思って丸亀製麺行ったんですけどね、あの時ほどね丸亀製麺の腰の強さを恨んだことはないです。もう歯が腰に負けちゃうんですよ。痛くて噛み切れない。多分うどんの腰にぶち切れたの自分しかあの瞬間いなかったと思うんですよね。まあ痛みはね1週間ぐらい我慢すれば収まるんでいいんですよ。問題はね喋りにくさですね。歯の裏に器具があるんでとにかく話しにくいんですよ。滑舌が悪くなる。実は今も小さいリテーナーつけてるんでやや喋りにくいんですけど、当時はね本当にきつくて人前で話したり、途中からね何を血迷ったのか滑舌が死ぬほど悪いのに YouTube を始めてしまったせいで、毎回この撮影が終わるために口の中がね舌がズタボロになって血の味がしてました。そういうのもあってかなりきつかったですね。本当にねこれからやる人にはいろいろ言いたいことがあります。まず一つ目は自分に合ったやり方を探せということです。矯正って表側と裏側とあとマウスピースがあります。一番おすすめなのはマウスピースです。一番多分痛みがなくて精神的にも楽だし、嫌だったら短時間外しておくこともできるんで、途中でワイヤーが折れちゃって困るみたいなこともないです。口の中がズタボロになることもないですし、滑舌も悪くなりません。どう考えてもマウスピースが一番いいと思うんですけど、マウスピースって限界があるらしいんですよ。まあ、ざっくり言うと軽めの症状に有効、こうできない歯の動かし方もあるらしいです。次におすすめなのが表側の矯正ですね。これは多分比較的安いし、マウスピースではできないような歯の動かし方ができます。最後におすすめが自分のやった裏側矯正ですね。絶対に矯正を人にバレたくない、見せたくないって人はいいかもしれません。でもですね、人に話すと結構バレるんですよね、滑舌悪いんで。もう今の時代は表側で見えていても普通なんで、あんまり裏側矯正やるメリットないんじゃないかなって個人的にはね思ってます。ただもちろんその人の状況によります。2つ目のアドバイスは、上の歯だけでも十分なことがあるよってことです。矯正って自分の場合は130万円もして、まあこういう感じで結構高いんで、ぶっちゃけ見えるとこだけやるのもいいと思います。矯正歯科に行くと噛み合わせのことを結構言われます。噛み合わせが悪いとこういうリスクがありますよって説明をしてきます。これもちろんね正しいと思います。その通りなんですけど、リスクのことってね、レーシックも一緒なんですけど、キリはないんですよね。人って高い買い物をするときについつい上のプランにしてしまうんですけど、ここでまるっと直しちゃいましょうっていうセールストークにやられてホイホイ契約をしてしまってはダメです。特に経済的に余裕がない人、こういう人はねまず目に見えるとこだけを直すでいいんじゃないかなと思ってます。アドバイス3つ目は、矯正歯科はね必ず2つ以上検討してくださいってことです。自分は近くのところで結構エイヤで決めてしまったんですよ。一度始めちゃうとやめにくいんですよね。私は途中サービスとかにかなり不満があってクレームを入れまくりました。クレームを入れてもすぐに治るわけじゃないんですよ。だからね、歯医者選びは本当に慎重にしてほしいです。ネットの口コミなんかは桜が多いんで気をつけてくださいね。そういうのもちゃんと見て自分で足を運んで本当に大丈夫かってところを自分の耳で聞いて確かめてみてください。近くにあるからっていう理由だけで決めるのはやめた方がいいと思います。だって行くのって月に1回とかなんで、別に遠くてもそんなにきつくないんですよ。とにかく受付からもう全ての対応がきちんとしているところを選ぶべきです。アドバイス4つ目が、歯医者の言いなりになるなよってことです。
これは歯医者に限らずなんですけど、専門家の意見を鵜呑みにしてはダメです。どんな専門家の話であっても噛み砕けば必ず理解できます。むしろ理解させてもらえないんだったらその人は専門家じゃないです。私も最初の頃は、あ、そういう風に治療を進めていくんですねって納得してたんですけど、途中からあれこれおかしいなとか、もっとこうしてもいいんじゃないかなって思うことが出てきて、かなり自分の意見を言うようにしたら自分が納得のいく治療をしてくれるようになりました。本当に自分が納得できないところとか嫌だと思ったことは毎回厳しく言った方がいいですよ。知識がある人に媚びてはダメです。だって高いお金払ってるんですから、言う権利はあるはずです。では最後ですね、やらないと損する体への投資第1位は脱毛です。もう女性がやるのはもうやらない人の方が少ないんじゃないかなっていうぐらい当たり前になってきてますよね。なんかもう自分の周りだと普通に脱毛行ってますって言うんですよね。虫歯の治療に行ってますみたいな感じですね。私はまだ体はやったことないんですけど、ヒゲはやりました。何をどのぐらいやったかは後で話します。まあこれを見てる人でもやった人多いと思うんですけど、めちゃくちゃやってよかったなと心から思ってるんで強くおすすめしたいです。脱毛やるメリットは、まあ私の場合はヒゲなんですけど、とにかく毎朝のヒゲ剃りというね、無駄なルーティーンを減らせることです。もう毎朝繰り返しのルーティン、本当にだるいですよね。もう一つのメリットは見た目ですね。清潔感があるように見える。ヒゲってうまく整えるとこうダンディーな印象とかになりますけど、結構人によりますよね。あと好き嫌いも分かれる。もちろんこう武将ヒゲなんかが似合ってる人もいますけど、多くの人にとってはこう清潔感がなく見えがちです。私も見ての通り色白だし、ヒゲが似合うタイプではなかったんですよ。見た目の話で言うと、毎日カミソリで剃ってると肌荒れるんですよね。それも清潔感のなさにつながります。ヒゲが薄い人だったり、濃くてもそれをファッションにしていきたいって人でなければ、基本ヒゲ脱毛することを強くお勧めします。自分がやったのは4年くらい前にゴリラクリニックに全6回8万円ぐらいで最初は始めました。そこで確かに薄くはなったんですけど、やっぱそれだけじゃ戻ってくるんですよね。2年くらい前にまたゴリラクリニックに行って、麻酔も込みで18万くらいのプランに申し込んで、今はねもうほとんど剃らなくてもいいぐらい薄くなってきました。だいたい15回ぐらい行けば永久脱毛した状態になるらしいですね。なんで完全に終わらせるには2年くらいかかります。これからやる人にアドバイスなんですけど、1つ目はちゃんと医療脱毛に行けってことです。実は私10年ぐらい前にエステ系の脱毛サロンに20万ぐらい払っちゃったんですよ。でその時の体験がね本当に良くなかったんですよね。治療はめちゃくちゃ痛いし、途中でこのクリームを使わないと肌が荒れますとか言ってものすごいセールスされて、そんなにこれを使わないとダメっていうんだったら最初から説明すべきじゃないですかって口論になったんですよ。まあそれは私の場合だけかもしれないんですけど、基本的にいい思い出がないです。まあ今はね時間が経ったんでどこも良くなってきてると思うんですけど、個人的にはね絶対医療系に行った方がいいと思います。アドバイス2つ目が麻酔を使えってことです。ヒゲ脱毛ねめっちゃ痛いんですよ。1メートルぐらいの輪ゴムをこう伸ばしてバチンってぶつけられるみたいな、あれ痛くないって人がいたら本当尊敬しますね。でも脱毛って大体声の高いお姉さんがやってくれるんですよね。やっぱ男ってバカなんで見え張るんですね。お痛み大丈夫ですかとか言われるんですけど、はい全然大丈夫です、次行きましょうとか言ってるんですけど、アイマスクの下では痛いって泣いてました。毎回終わった頃にはもう汗びっしょりでしたね。痛いとね行くのが憂鬱になってくるんですよね。やっぱそれって良くないなと思って、2回目に契約した時は周期麻酔っていうのをオプションでつけました。これ本当にやった方がいいですよ。この周期麻酔っていうのはこう鼻から吸う麻酔みたいなもんで、つけてる時だけ酔ってるような状態になるんです。でマスクを取るとすぐ治ります。この周期麻酔って別に痛くなくなるわけじゃないんですよ。痛いものは痛いんですけど気にならなくなるって感じです。レーザーをやった瞬間は痛いんですけど、結構ほろ酔い状態なんでまあいっかーって感じです。痛まあいっかーみたいな。自分の場合はこの周期麻酔をつけたことでだいぶ楽になりました。アドバイス3つ目がメディオスターってやつはやめておけってことです。これ結構ニッチなネタになっちゃうんですけど、脱毛って痛いんですよ。だけど痛くない脱毛器具としてメディオスターってやつがあるんです。これ結構押し出されてた時期があるんですけど、自分としてはねおすすめしないです。自分は少しやってあんまり効果を感じにくかったんで、ヤグレーザーってやつを使ってました。私の周りを見ていてもあんまり受けは良くないですね。効果が実感しにくいって人が多いです。長期的には効くっていう説明はされるんですけど、やっぱり短期的に成果がないと不安になるんですよ。でアドバイス4つ目最後が肌色の BB クリームを買えってことです。これは脱毛しない人でも買った方がいいです。脱毛ってダウンタイムがあるんで、やった後10日間ぐらい逆に濃く見えちゃうんですよね。自分の場合はマスク普段つけないんで、マスクいきなりつけてるとみんなにどうしたのって思われちゃいます。だからマスクで隠すわけにもいかなくて、若手の社員とかにあれまこさん昨日徹夜でしたとか言われたことがあって、結構ね嫌でした。でもね見つけたんですよ、この肌色の BB クリーム。これ塗っとくと濃い
いのがほとんど見えにくくなります。もちろん化粧してる感は出るんですけど、かなりマシです。これを使うようになってから脱毛に行くのが全然嫌じゃなくなりました。これね、ニキビとかも隠せるんで、別に脱毛する人じゃなくても持っておいた方がいいですよ。撮影なんかでも使えるようにしています。ということでトップ3話してきました。いかがだったでしょうか。私は逆に言うとそれ以外はやったことないんですよ。メスを入れるような美容整形とかやったことないです。まあ整形とかに関しては自分としては別にいいんじゃないかなって思ってます。もう気になってしょうがないんだったらやるしかないじゃないですか。とはいえお金と一緒で美の追求というか顔とか体をいじり始めるとキリがないですよね。なので本当にやりすぎだけは気をつけてほしいですね。収集つかなくなりますよ。今回はちょっとニッチなネタなんで皆さんにとっては面白くない人もいたかもしれません。でも特にまだやったことないって人にとっては参考になったんじゃないかなと思います。ではいくつかお知らせの後に最後に復習をします。日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプが大好評です。未経験からプロのエンジニアになりたい方、教養としてプログラミングテクノロジーを学びたい方、ぜひ無料カウンセリングに来てください。あとはチャンネル登録ですね。まだチャンネル登録しない方がいればこれからも役に立つ情報をどんどん上げていきますのでよろしくお願いします。では最後に一瞬ですけど復習します。今回はやらないと損する体への投資トップ3を発表しました。第3位はレーシックです。もし興味がある人はちゃんと自分で調べてリスクを許容してやってみてくださいね。概要欄に紹介を受ける方法が書いてます。第2位は矯正です。一番おすすめはマウスピースです。歯医者さんはよく検討するようにしてくださいね。第1位は脱毛です。毎日の無駄なルーティンから解放されましょう。ということで今回も最後まで見てくれて本当にありがとうございます。何度も言いますけど私は医者ではないんで、ちゃんと自分で調べて自分の責任でやってくださいね。ではこれからも仕事や人生に役立つ動画を上げていきますのでよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。